か拍子抜けするほどすんなり通してくれちゃったね。当然であろう。わらわはこの星の巫女であるぞ。本来は黒の王が頭を垂れ、わらわの社に来るべきなのじゃ。それが文の返事も出さず、わらわに直接来させるとは、偉くなったものじゃの。スクナ姫は王様に会ったことあるの？無論、本来の白の王も黒の王も即位する際にわらわとの面会を済ませておる。白の王は術の才能こそあれど臆病ゆえ王の器にあらずと思った。対して黒の王は聡明であった。血と傲慢な嫌いもありはしたが、何かわいいものじゃ。その黒の王様に黒の民がダブルに操られてるって訴えるんだよね。そうじゃ。黒の民が動けば対抗心を煽られ、白の民も自主的に動き出そう。そしてあの不気味なわらしをあぶり出し、一気に肩をつける。これ以上無駄な犠牲を出さぬためにな。なんじゃ、何がおかしい、まとい。スクナ姫はなんだかんだ言って優しいんだなって。いつも星が大事って言ってるけど、同じぐらい白の民も黒の民も大事にしてるんでしょ。大事というよりも、これはわらわの義務よ。義務？そう、わらわが生まれた時からこの身に刻み込まれた義務じゃ。伝承にある通り、わらわは黒の父と白の母から生まれ落ちた灰の子。つまり白も黒もわらわの血族よ。白も黒もその愚かさゆえにたびたび捨ておきたくもなるが、血族を見捨てるは下道じゃ。父上と母上から授かったこの命でそのような真似はできん。ごめんなさい、茶化すようなことを言って。かかん、気にするな。暇つぶしのヨタ話だ。どこまで本気かはわらわのみぞ知るところよ。ただ何かを守ろう、誰かを守ろうという強い意志は、時に摂理すら凌駕するほどの力を生むものだ。まとい、そなたも考えてみるといい。そなたが守りたいものは何なのかを。私の守りたいもの、それはきっとみんななどという曖昧なものではないはずだぞ。喋ったりしちゃう。ダブル、貴様、黒の王を食ったのか。違うよ違うよ、全然違う。一人だけなんてかわいそうじゃない。僕が食ったのは全部だよ。
るよ。君は長津の対応で消耗しているんでしょ。いくら神様とか言ってもそんな状態で僕たちに、そんな状態で私たちに立ち向かえるわけないじゃない。ごちそうさま。ちょっと予定と違うけど美味しかったからまあいいや。二人ともどこじゃ。どこにも感じられぬ。貴様、仲間もろとも二人までも。呼んだ呼んだ僕のこと。何？僕は私、私は僕、僕が私の中から出てくるのは何も不思議なことじゃない。不思議なことは何もない。僕と私はダブルだから。神様やる気、僕たちとやる気なら食ってあげるよ。もともとは君を食べたくて。どうしたの？どうしたの？ちゃんと食べられなかったの？ちゃんと食べたよ。でも少しいつもと違う気がする。これはこれは、随分と懐かしい顔があるじゃないか。その声は、まさかこんな場所で会うとは奇遇とでも言えばいいのかな。ルーサー。おっと、やめてくれないかな。こんなところに来てまで君たちと戦うつもりはないよ。おかしな問いかけだ。この状況を生きていると言えるのかな。ここはダブルの中、僕も君たちもバクリと食われ、哀れ腹の中というわけさ。とはいえ僕は特に不満もないよ。ダークファルスの中に入る体験なんて想像できるものじゃない。慣れてしまえばなかなか、どうして楽しい。それに僕はもう外に興味はない。シオンのいない全知のない世界に興味なんてない。わかるかなお嬢さん、君たちと敵対する理由はもうないんだ。だから武器を下げてくれるかな。それじゃあ武器はしまわずに僕についてくるといい。少々物騒ではあるが、なかなか面白い場所だよここは。せっかくだから案内してあげよう。
うだい、面白いものだろ。これがダブルの中だ。食われた者の集う混沌の空間だ。君たちも奴と交戦したのであれば、その能力を見ただろう。捕食物をコピーするあの能力を。あれは中で生み出したものを現世と呼び出しているんだ。平行宇宙と言うべきかもしれないな。取り込み、並列化し、呼び出す。はあ、調べるほどに面白い。この情報を持っていればクローンなんかももっとうまく作れたろうに。黙って。私はシオンさんを消したあなたを許していない。ファークスをもてあそび、みんなを苦しめたあなたのこと。みんなを苦しめたか。ならばなぜシオンは僕を止めなかったんだろうね。彼女は人を超えた存在だ。感性を僕が握っていたとはいえ、介入する手段はあったはずだよ。それなのに彼女はアークスを作ることもクローンを作ったことにも介入をしなかった。それどころか彼女自身が一つの究極存在を生み出すほどだ。究極存在。まあ今となってはどうでもいい。ただ忘れてはならない。アークスが作られなければ、すでにこの世界はダーカーの支配下にあったという事実をね。
してるね、お嬢さん。先ほど述べた事実がそんなに不服かな。当たり前よ。元はといえばあなたたちフォトナーがダーカーを生み出したのが原因なのに。だが全てのダーカーの元となる深淵なる闇の作成を認めたのはシオンなんだよ、お嬢さん。あの時彼女は気づいていたはずだ。彼女の演算能力ならば未来とてある程度は見えていたはずだ。深淵なる闇が生まれた結果フォトナーがどうなるかなんてね。結果は知っての通りさ。フォトナーは深淵なる闇との戦いでフォトンを扱う力を失いアークスを作成した。深淵なる闇は封印されたがダークファルスが残された。そしてアークスとダーカーは今もずっと戦い続けている。無駄な戦いをね。無駄なんかじゃない。いや無駄なんだよ、お嬢さん。ダークファルスはそれぞれがそれぞれの欲望を持っている。そしてその欲望はより代の影響を受けてさらに歪んでいく。エルダーなんか分かりやすいだろう。より代の影響を強く受けた結果本懐を忘れ闘争のみを求めていた。アプレンティスもそう。ルーサー、僕もまあ大差はなかったよ。だがダブルだけは違う。ダブルだけは本懐を叶えるためにその力を振るっている。本懐って？決まっている。深淵なる闇の復活さ。深淵なる闇を手っ取り早く復活させる方法、それは全てのダークファルスを喰らうことだ。さすればそのうちに深淵なる闇と同等のダーカー因子が集まりやがて復活するだろう。思い出してみるといい。ダブルはアプレンティスとルーサーを喰らい、そしてエルダーも喰らったはずだ。もうカウントダウンは始まってるんだよ。深淵なる闇が復活しこの世界が滅ぶまでのカウントダウンだね。そうだね、それが唯一の手段だろう。深淵なる闇が復活してしまえばダークファルスは生まれ放題だ。ダブルだけでも苦戦している君たちに勝ち目はないだろう。もっとも今君たちのいるここはそのダブルの腹の中ということも忘れないでほしいけどね。わからない。深淵なる闇って一体何なの？どうしてそんなのを作ったの？深淵なる闇はシオンの模倣品。フォトナーが作り上げようとした人造のアカシックレコードさ。フォトンに演算能力を持たせ判断力を与え全ての管理を代行させる人類の怠惰のための人造アカシックレコード。だが当時の人類は文明の末期だ。怠惰の末負の感情が入り混じる最中でそれを作り出してしまった。フォトンは感情の影響を強く受ける。多ければ多いほど内在感情の変化で劇的にその能力を変貌させる。結果深淵なる闇は負の権化となりダーカーを生んだ。宇宙の全てを滅ぼすため。僕に問うたね、お嬢さん。どうしてそんなのを作ったのかと。それは僕も聞いてみたかった。破滅が予見される最中
どうして彼女は止めなかったのか。でも今なら少しは彼女の気持ちもわかる。きっと彼女は寂しかったからと答えるんだろうな。さて、ここまで僕は外の世界について話してきた。深淵なる闇は復活する、滅びは必定だということを話してきたつもりだ。そんな苦しみしか存在しない世界に、それでも君たちは戻る気かい？だな。ならば出るといい。ここが宇宙の橋だ。クラリスタを構えろ。力を集めろ。ダーカーを倒し、ダーカーを食らう。その時のイメージと同じだ。そんなので道ができるの？僕には無理だが、君たちなら可能だ。君たちはアークスだからな。なんだか
心配させちゃったみたいで、ごめんなさい。無事でよかった。しろ、うるさいぞ。わらわは今とても気分が悪いと言っておろ。おっか。そなた、まとい。そなたら無事じゃったのか。うん、おかげさまで無事でした。おかげさまではなかろうよ。わらわがあのわらしの力を見誤ったがゆえに、あのようなことに。すまぬ、本当にすまぬ。そしてありがとう。よくぞ無事に帰ってきてくれた。私からも感謝する。二人がいなくなってからというものの、ずっと塞ぎ込んでおられてな。何をするにも心ここにあらず、やりにくくて仕方がなかった。笑顔を見るのも久しぶりだ。ほうとしろ、余計なことを言うでない。無事ならばそれでよい、生きておるならそれでよいのじゃ。だがそのせいで随分と無理をさせてしまったようじゃの。そうかな。そうなのかもね。のう、二人とも、のんびりと生きてゆく気はないのか。望むなら、そなたらの住みかぐらい、この星に用意しよう。いかなる敵も、わらわが払おうぞ。そなたらが守ろうとしているものは、その身を投げ打ってまで、守るべきものなのか。そこまでして、守るものなのか。私はまだわからない。きちんとした理由なんて考えたこともなかった。私の記憶はあなたに出会ってからが全て。その全てが私にとって大切なことで、大切なものなの。きっとね、記憶を失う前の私にも大切なものはあったんだと思う。それが何なのかは覚えてない。もしかしたらもうないのかもしれないけど、私はそれがわからない。だからこそ今度こそ守りたいんだ、私の大切なものを。私が守りたいから守る。ルーサーの言う通り、滅びが必要なんだとしても守ってみせる。そうか、守りたいから守るか。きっとあの時の父上や母上も同じ気持ちだったのじゃろうな。でなければとてもとても命を捨て禁忌を犯してでもわらわを救おうなんて考えるまいて。はい、わかった。二人とも、わらわはもう何も言わぬ。ただ隠居したくなったらいつでも言うとよいぞ。わらわは大歓迎じゃからな。